じゃあその間にちょっと簡単に次の曲の説明させていただきますけど、次の曲はですね、実はウーメンチュージューワンダーランドというちょっと可愛い曲なんですけども、実はこちら2016年にリブニアルグランディ、シェンハイムスーパーアリーナで行われた日本人プロジェクトのライブで、実は200人ぐらいの踊り子さん連れて踊ってまいりました。バトナサーとして踊ってたその時の曲でちょっと可愛い曲になってますので、はい、皆さん早くお願いしよう。質問をしてですからね。
ありがとうございました。さあ、続いての曲はですね、こちらはちょっと初お披露目になりますかね。あのちょっとね